クルメ市出身の元プロ野球選手、実業家、宇藤右内実刑は、元プロ野球投手の勝木亮太久留米クルメ市立良山中学校への在学中に、クルメ迷宮クラブで投手としてプレー柳川高校2年生児の2000年春には、兄の亮太とと共に、第72回選抜高等学校野球大会へ、出場した。チームは、夏の、 第82回全国高等学校野球選手権大会でも福岡県代表として本大会へ出場したが、吉人自身はベンチ登録から外れた。高校卒業後に第一経済大学へ進学すると公式野球部でプレーを続けた。福岡6大学リーグで6勝6敗の成績を残した。しかし、在学中に右肘を故障した影響で、 プロ野球ドラフト会議での指名には至らなかった。大学卒業後の2006年に、仙度市場へ入社。同社が発足させたばかりの公式野球部、熊本ゴールデンラークスにも入部したため、仙度市場店舗の総在売り場で毎日コロッケを8時間揚げながら野球を続けた。同年は、右肘の回復が遅れ、登板機会がほとんどなかったが、 翌2007年からは同僚の川畑正明と左右2枚看板として活躍。第78回都市対抗、第34回日本選手権初出場の原動力となった。2008年もエースとしてチームを第79回都市対抗に導いた。2008年の NPB ドラフト会議で千葉ロッテマリーンズから6巡目で指名。契約金3000万円。 年俸900万円という条件で入団した。熊本ゴールデンラークスの選手が NPB の球団へ入団した事例は初めてで、チームの日本人選手としては田島敏夫以来17年ぶりに背番号42を着用した。2009年にはイースタンリーグ公式戦で9勝を記録。最多勝利のタイトルを獲得したが、一軍公式戦へのデビューには至らなかった。 2010年には4月29日の対埼玉西部ライオンズ9回戦で先発投手として一軍公式戦にデビュー5回4失点という内容ながら一軍での初勝利を挙げた一軍公式戦全体では3試合の登板で1勝1敗防御率10.45を記録した2011年にはイースタンリーグ公式戦13試合で4勝4敗 防御率5.47をマーク。しかし、一軍公式戦への登板機会はなかった。2012年には、イースタンリーグ公式戦18試合に登板。6勝無敗、防御率1.21という好成績を残した。一軍公式戦にも2年ぶりに登板すると、2試合で1勝1敗、防御率5.40を記録した。2013年には、 一軍公式戦7試合で1勝0敗、防御率3.72を記録。イースタンリーグ公式戦では、35試合に登板すると、チームで最も多い11セーブを挙げた。2014年には、イースタンリーグ公式戦で42試合に登板。4勝2敗、防御率3.27を記録するとともに、リーグ最多の19セーブを挙げた。一軍公式戦では、 2試合に登板すると、通算投球回数3イニングながら無失点で、シーズンを終えた。2015年には、同性の勝木和也が入団したことに伴って、スコアボードや報道での表記を、勝つ亮に変更。一軍公式戦では、ビハインドの場面を中心に、入団後最多の40試合に登板した。 シーズン2さんの防御率は2.92で1勝1敗にホールドをマーク。10月5日の対北海道日本ハムファイターズ戦では一軍公式戦での初セーブも記録したが、シーズン終了後の11月22日に同球場で開かれたスーパーマリンフェスタ2015においてファンとの交流企画でキャッチボールへ臨んだ際に転倒。その影響で 左足の人体を断裂した。球団の公式行事中に起きたアクシデントだったことや、翌2016年に勝負をかけていたことを背景に、オフシーズンに入ってから、自分の意思で病院の検査を密かに受診。その結果、過労死で手術を回避したものの、オフシーズン中は、走り込みすらできない状況に陥った。ちなみに、勝つが、この事実を公にしたのは、 後述する事情で翌年に対談してからである。2016年には、前述した左足人体の断裂をチームに伏せたまま、シーズンに入ったため、前半戦には思うような投球ができなかった。シーズン全体では、一軍公式戦で11試合に登板。一ホールドを記録したが、10月1日に、球団から戦力外通告を受けた。12月2日付で、NPB から、 自由契約選手として講じ。この年には、兄の亮太も、読売ジャイアンツから戦力外通告を受けている。2017年からは、ロッテへの入団前に所属していた、先度、市場、ゴールデンラークスへ9年ぶりに復帰。当初は、コーチの兼任を予定していたが、先度、市場の社長と監督を兼務する、田中俊弘の意向で、2018年まで、 投手1000人でプレーを続けた。チーム名を熊本ゴールデンラークスに戻した2019年には、ゼネラルマネージャー補佐として田中を支えた。2020年3月に、先度、市場を退社すると、R&Asociates という会社を設立。熊本を拠点に、スポーツや環境などの分野で事業を展開している。さらに、E スピアからの要請を受けて、 2021年1月1日付で、同社の代表取締役社長に就任。帰郷後の熊本県内で、工作放棄地が増えている実態を踏まえて、野球、e スポーツ、農業の3位一体で県内を盛り上げる、レアプロジェクトに着手している。ストレートの球速は、時速140キロメートル前後ながら、ボールの出所が見えにくいフォームから投じる、縦のカーブや、 チェンジアップで緩急をつけながら、打者を打ち取っていた。ありがとうございます。